2005HC4 の軌道 2005HC4 はアポロ群に属する小惑星の一つである。2005HC4 は2012年現在知られている中で近日点が最も太陽に近い小惑星である。近日点距離は1060万キロメートルであるが太陽半径は約70万キロメートルなので太陽の表面から約990万キロメートルの ところを通過することになる。これは、惑星の中で最も内側を公転する彗星の近日点距離の約22%しかない。ただし、軌道のデータ精度はやや低く、2005HC4 や、その次に近日点距離が小さい 2008FF5 は、その次に小さい 2006HY51 よりも、精度が数桁低い。また、サングレーザーや、 その中のクロイツ群に含まれる彗星はより近日点が近いものもある。例えば、ラブジョイ彗星は太陽の表面から13万キロメートルを通過し、しかも蒸発や衝突をせず生き延びている。2005HC4 の軌道はかなり極端であり、離心率が0.96もある。そのため、軌道長半径は火星より大きく、演実点は小惑星帯の外側である。 近日点において 2005HC4 の表面温度がどうなるかはアルベドが判明していないので不明であるが仮に似た軌道を持つイカルスと同じ0.4と仮定して計算すると摂氏648度となる軌道が水星から火星までの軌道をまたぎ軌道傾斜角も小さいため潜在的にこれらの惑星と衝突する可能性があるただし軌道データの精度が低いため 詳しいことは分かっていない。マ a ック c 2 0 0 5 j 0に2 0 0 5 h c 4マイナープラネットセンターハット ABCDEFJPL スモールボディデータベースハット ABCD リストオブアポロマイナープラネットマイナー・プラネットセンターハット JPL スモールボディデータベースハット JPL スモールボディデータベースハットレイディオマトリオブニアアースアステロイズ SAO NASA ストロー o p ィ y s i c s Data ハットプラネットイーキリブリアムテンパチャーヘックカルキアレイターズありがとうございます